休憩前に引き続き会議を開きます。29番山谷義弘議員。皆さんこんにちは。市民クラブの山谷義弘です。本日はお忙しい中、傍聴席に足を運んでいただいている皆様、それから画面の向こうからいつも応援していただいている皆様、熱く御礼を申し上げたいと思います。地域に愛着と危機感を持って質問に入らせていただきます。それでは大きく5項目について質問いたします。市長をはじめ D 社の皆さんの簡潔で明快なご答弁をお願いいたします。1、市職員の働き方改革についての1、長時間労働の削減についてご質問いたします。これまでも同じような質問を過去に令和1年6月から4回も行いましたが、いまだに80時間を超える職員が99人います。それではご質問いたします。時間外勤務削減の具体的な計画策定ができないかお尋ねいたします。次に1、市職員の働き方改革についての2、30代以下の職員の退職の要因、分析、対策についてご質問いたします。令和5年度の30代以下の退職者は65人、その要因、分析、対策についてお答えください。次に2、都市計画道路、時屋町、大浦元町線、椎の木工区につきましては、川上町バス停付近から大浦中学校までの総延長1420メーターについて、昭和49年度から整備を行っておりますが、大平橋バス停の上から約200メーターが未整備となっております。資料1お願いします。この写真は、川上町バス停から大平橋バス停の、延長1420メーター、そして未整備区間が赤で着色されております。この未整備区間については見通しが悪く、安全性が十分確保されておりません。資料2を、お示しください。資料2では、1は大平橋バス停方面から写した写真です。2は大浦中学校方面から、撮影した写真です。現在の進捗状況と事業が進まない理由をお示しください。結構です、資料は。はい。次に3、自治会の加入促進及び負担軽減についてご質問いたします。近年は役員の高齢化などにより、担い手不足や自治会そのものの存在意義が薄れるなど、年々その加入率は下がる一方です。市内の自治会加入率の過去5年間の推移、および今後の加入促進に向けての取り組みをお尋ねいたします。また、自治会の負担軽減のため、さまざまな活動に対する支援として、広報長崎、リサイクル推進活動に対する謝礼、広報掲示板設置の補助などを行っておりますが、これらの支援の状況をお聞かせください。次に4、防災・減災についての1、適正な避難所運営と災害備蓄品についてご質問いたします。長崎市の指定避難所は何箇所あり、耐震基準を満たしていない施設は何箇所あるのでしょうか。また、長崎市の指定避難所において、エアコンを設置してある施設は何箇所あるのでしょうか。次に、災害備蓄品の種類、備蓄品の数、および備蓄品倉庫の場所をお聞きします。次に4、防災・減災についての2、地震時の体制についてご質問いたします。
長崎は昭和57年の長崎大水害、平成3年の台風19号、平成3年には雲仙岳で大規模な土石流が発生するなど、忘れてはならない多くの災害を経験しております。2014年1月1日、能登半島地震が発生しました。マグニチュード7.6、内陸で発生する地震としては日本で稀な地震でした。このように全国で頻発する災害によって自治体の防災意識も高まっております。それではご質問いたします。長崎市地域防災計画の中でどのような地震や影響を想定し、どのような体制で市民の命を守ろうと考えているのでしょうか。ご質問いたします。大規模災害が起こると職員も被災します。職員が足りなくなることで罹災証明の発行が遅れる、広域行政との連携はどうなるのでしょうか。ご質問いたします。最後に外国人観光客等の Wi-Fi の整備状況についてご質問いたします。外国人観光客等向けの Wi-Fi についてどのような考え方で整備しているのでしょうか。また新たな施設が整備された場合は Wi-Fi 環境をどのように提供するのでしょうか。ご質問いたします。以上、市長をはじめ D 社の皆様のご答弁の後、質問席より順不動にて、再質問いたします。市長。市民クラブ、山谷義弘議員の質問にお答えいたします。4点目の防災・減災についての括弧に、地震時の体制についてお答えいたします。今年元旦の能登半島地震、また8月8日に発生した宮崎県日向灘を震源とする地震に伴い、南海トラフ地震臨時情報、巨大地震注意が発表されるなど、近年、全国各地で地震が激甚化、頻発化している状況であると認識しております。長崎市地域防災計画における地震災害予防計画では、防災まちづくりの推進や各種応急対策を行うための施設整備、市民に対する備え等の情報を普及啓発することにより地震災害に強い都市形成を図ることを基本方針としております。長崎地域における被害想定につきましては、長崎県地震等防災アセスメント調査報告所によりますと、最大規模の地震は雲仙地溝南延連動地震の発生によるマグニチュード 7.7、 最大震度6強と想定されており、被害予測は建物の大破、焼失棟数の合計は27,792棟、水道の断水率は 82%、 停電率 12% などとなっております。職員の災害対応体制につきましては、長崎市地域防災計画におきまして、災害が発生し、または発生する恐れがある場合は、災害の状況や気象予警報等の状況により、災害対策本部等を設置し、適切な応急対策活動を行うこととしております。また、今年度新たに、地震発生時の体制といたしまして、本市における震度5弱以上の地震発生をトリガーとする発生後の職員の行動を定めた地震時の初動対応タイムラインを策定し、被災情報の報告体制や災害対策本部会議開催のタイミングなど、
迅速な対応や指示が行えるよう定めたところでございます。また、大規模災害発生時には、職員自身も被災し、市役所業務の継続が困難となる恐れがあることから、り災証明書の発行を含め、行政機能が低下することによる市民の生命、財産、経済活動への支障を最小限に抑えるため、業務継続計画に基づき、非常時優先業務の継続及び早期の再開に努めることとしております。広域的な応援体制につきましては、大規模災害時における即応支援体制の構築などを目的とする九州市長会における災害時総合支援プランのほか、国が被災自治体へ都道府県単位などの自治体を1対1で割り当てて、応援職員を派遣する対抗支援方式などにより、広域連携が図られているところでございます。今後も事前の備えといたしまして、九州内の自治体間での連携体制をさらに加速させるとともに、国、県と連携し、被害応急対策や復旧復興を円滑に実施できるよう、大規模災害発生に備えた対策に努めてまいります。以上、本段からの答弁といたします。総務部長。ご質問の1点目、市職員の働き方改革についての括弧1、長時間労働の削減についてお答えいたします。月80時間を超えて時間外勤務を行った職員数、これは休日勤務を除いた人数でございますけれども、令和5年度は99人で、令和4年度の188人から89人減少しております。これは新型コロナウイルス感染症対策にかかる業務量が減ったこともありますが、新庁舎への移転により、ICT の活用やペーパーレス化などの働き方改革が進んだことなどで、時間外縮減の一定の効果が現れたことが要因と考えております。現在、時間外勤務削減につきましては、長崎市職員ワークライフバランス推進計画の中で、管理職員の意識改革、勤務状況の管理及び報告の徹底、納残業デーの徹底などを定め、具体的な取り組みを進めており、年間の時間外勤務時間が360時間を超える職員の割合の減少を目標として掲げております。しかしながら、具体的な数値目標を定めておりませんでしたので、計画の見直しを行い、年間360時間を超える職員の割合について、5% 以内という数値目標を定めることとしております。職員が健康でその能力を十分に引き出すためには、さらなる時間外勤務の削減は重要な課題であると認識しておりますので、今後は定める数値目標を達成できるよう、DX の推進などにより、業務改善を強力に進めるとともに、これまで以上に納残業デーや業務の平準化を徹底するなど、時間外勤務の削減に積極的に取り組んでまいりたいと考えております。次にご質問の1点目の括弧に、30代以下の職員の退職の要因、分析、対策についてお答えをいたします。普通退職したもののうち、30代以下の職員数は、令和3年度は36人、令和4年度は51人、令和5年度は65人と年々増加傾向であり、他の自治体においても同様の傾向が見られる状況でございます。本市では退職の要因等を把握するために、令和4年度から退職する30代以下の職員にアンケート調査を実施するとともに、退職を考え始めた経緯など、より詳細な内容を把握するためにヒアリングも行ってきているというところでございます。退職の理由といたしましては、転職に関するものが最も多い状況でございますが、ヒアリングの中では、地元の自治体に転職することや、市役所での仕事がイメージとしてものと違ったことから、転職を考えたといった労働内容のミスマッチなども確認ができております。このような状況を踏まえ、本市では今年8月に長崎市人事戦略を策定したところであり、その中でミスマッチによる離職の防止への対応についても取り組むこととしております。具体的には採用の段階から学生等が本市の業務内容や職場環境をより深く理解できるよう、
動画コンテンツを充実させた職員採用のホームページを制作するとともに、SNS などの広告配信による広報を行うこととしております。加えて本市が企画立案するインターン制度を創設するなどの取り組みも行うこととしております。若年層への離職への対応は喫緊の課題であると認識しており、ミスマッチによる離職防止策をはじめ、人事行政全般において対策を進める必要がございます。職員一人一人がやりがいや充実感を感じながら働き、その能力を最大限に発揮することができる魅力的な職場づくりを行うことで、職員の定着を図り、離職の防止につなげてまいりたいと考えております。以上でございます。土木部長。ご質問の2点目、都市計画道路、時計町大浦元町線、新野木工区の進捗についてお答えいたします。都市計画道路、時計町大浦元町線の新野木工区は、大浦地区の交通環境の改善と居住環境、防災性の向上を図るため、川上町から高岡2丁目までの延長1420メートルの区間について、昭和49年度から標準幅員10メートルの道路拡幅工事を行っております。このうち大平橋バス停付近から大浦中学校側に向かう約200メートルの区間は未整備であり、道路幅員も約5メートルと狭く、交通のボトルネックとなっている状況でございます。現在の状況といたしましては、延長1420メートルのうち約 86% の区間が完成しておりますが、未整備の区間は用地取得が完了していないため、工事に着手できておりません。用地取得が進んでいない理由は大きく2つございます。1つ目は、取得が必要な土地の周辺を含め、立ち会いの同意が得られないことなどにより、土地の境界が特定できず、その結果、取得を必要とする土地面積が確定できないことによるもので、2つ目は、土地の相続自体が長期間なされておらず、契約者が確定できないことによるものでございます。現在、この2つの問題が解消できた一部の土地におきましては、交渉を進めているところであり、用地取得ができた場合には、速やかに道路改良工事を実施してまいりたいと考えております。以上でございます。市民生活部長。ご質問の3点目、自治会の加入促進および負担軽減についてお答えいたします。自治会は地域の清掃や見守り活動など、それぞれの地域において安全安心で暮らしやすい町を作るために、地域コミュニティの核として活動していただいており、地域の皆様の身近な暮らしを支える重要な役割を担っていただいているものと認識いたしております。しかしながら、その自治会の加入率は毎年少しずつ低下してきており、令和2年度では 67.6% で、その後、各年度 1% 程度ずつ減少し、令和6年度では 62.2% になっているところでございます。そのような状況を踏まえまして、自治会への加入促進策として、これまでも長崎市保健環境自治連合会と連携して、毎年11月を自治会加入促進月間とし、加入促進キャンペーンを実施するとともに、公営住宅の入居者説明会における自治会への加入依頼や、新規建設マンション等への働きかけ、自治会加入促進ハンドブックやチラシの作成、配布など、さまざまな取り組みを行ってきたところでございます。また、長崎市と長崎県宅地建物取引業協会、全日本不動産協会、保健環境自治連合会の4社で、加入促進の協定を締結し、入居者等に自治会への加入を促していただいているところでございまして、加入促進に必要な自治会情報の提供など、連携を図りながら取り組みを進めており、今後は改めて4社協議の場も設ける予定としております。さらに今年度は、20代から40代の子育て世代を含む若い世代に対し、自治会の存在意義や役割を再認識してもらうため、
具体的に自治会活動の必要性をイメージでき、若い世代の感覚にマッチした動画を制作し、SNS を含む各種メディアを通じて情報発信するプロモーションを実施することとしているところです。次に、自治会活動への支援といたしましては、広報長崎の配布やリサイクル推進活動に対しまして、謝礼金をお支払いするとともに、さまざまな情報を共有できるよう、自治会広報掲示板の設置に対して補助している状況でございます。また、広報長崎等の配布にかかる自治会役員の皆様の負担軽減につながるよう、今年度からは電子回覧板等の機能を備え、防災情報なども共有できる自治会コミュニティアプリをそれぞれの自治会の状況に合わせて寄り添った形で導入するモデル事業を約30自治会で開始し、負担軽減や利便性向上を図ることといたしております。今後とも加入促進策および負担軽減策の実施により、自治会活動の支援に取り組んでまいりたいと考えております。以上でございます。危機管理官。ご質問の4点目、防災・減災についての括弧1、適正な避難所運営と災害備蓄品についてお答えします。本市で指定している指定避難所は、原則としてふれあいセンターや公民館、学校施設などの公共施設と、自治会集会所等の民間施設の合計265施設を指定しております。そのうち236施設が耐震基準に適合しており、適合していない残りの29施設はすべて民間施設となっています。また、265箇所の避難所のうち、171箇所の避難所に空調設備があり、空調がない避難所は94箇所で、うち学校施設が68箇所、残りの26箇所は民間施設です。空調設備の設置されていない学校設備については、避難所として指定している体育館などにこだわらず、同じ学校内で空調設備を整備している図書館などの特別教室の一部を学校運営に支障をきたさない範囲で避難スペースとして活用できるよう、教育委員会や学校と調整しており、8月29日に本市に接近した台風第10号の際には、市内で開設した避難所118箇所のうち、学校施設が24箇所で、そのうち18箇所で空調設備の整った特別教室などを使用したところです。次に、災害用備蓄品については、生命維持に必要な食料や飲料水のほか、日常生活に欠かせない非常用トイレ袋などの生活用品や衛生用品を過去の被災状況を踏まえ、長崎大水害の際の避難者数3000人に災害対応職員数600人を加えた計3600人の2日分を現物備蓄として準備しており、リスク分散のため、各総合事務所管内における人口比率をもとに、各地区の私有施設に保管しております。今後も市民の皆様が安全に避難することができる避難所の確保や、避難者のニーズに配慮した必要物品の備蓄に努めてまいります。以上でございます。文化観光部長。ご質問の5点目。外国人観光客等の Wi-Fi の整備状況についてお答えいたします。観光施設における Wi-Fi の整備状況につきましては、外国人観光客等が円滑に情報を取得するための環境整備の一環として、年間入場者数がおおむね1万人以上で、外国人観光客による観光・交通情報の検索ニーズが高いと想定される主要観光施設及び交通要所を対象に、平成27年度から整備・運用を開始いたしました。稲佐山スロープカーの開業、長崎駅周辺の整備に伴い、整備箇所を拡大し、現在は主要な観光施設等18施設及び路面電車の全電停39箇所において運用しております。近年、外国人観光客の通信接続については、レンタルモバイル Wi-Fi ルーターのほか、インターネットからの申し込みで、海外でも手軽に携帯電話が使える eSIM など、通信サービスの選択肢が増えております。このような民間サービスの普及はあるものの、行政による Wi-Fi 環境の提供につきましては、
災害時の連絡手段の確保や緊急情報取得の点からも重要な都市機能の一つでありますので、今後新たな観光施設等が整備される場合についても、年間入場者数がおおむね1万人以上の施設を中心に整備運用を行い、外国人観光客等の安全安心かつ快適な滞在環境を整えてまいりたいと考えております。以上でございます。29番山谷義郎議員。簡潔なご答弁ありがとうございました。長時間労働についてですが、時間外勤務が年間360時間を超える、職員数の割合を、5% という計画で、5年ぶりにですね、この計画が立ったわけですが、少し遅いです。私のポスターはですね、即行動って書いてたんですが、今、即実行になってるんですよ。だからやっぱり市の仕事っていうのは、即効性がないとだめだと思います。まあ、過労死が出てなかったからよかったもんですが、本当、今からですね、計画を立てていただいてですね、徐々に減らしていただくことを、要望いたします。それでは質問いたしますが、令和7年度までがこの目標ということですが、これ、いつから始めるんですか。それと、この8年度からは、どういうふうにするのかお聞きします。総務部長。再質問にお答えいたします。先ほどちょっと本段でもご説明をさせていただいており、年間360時間を超える職員の割合、こちらを 5% 以内ということで数値目標を定めることとしておりますけれども、こちらの方は本部会議を開催しておりまして決定をしているというところで、今意思決定のですね、決裁の準備をしているというところでございます。まあ、少なくともですね、来月までには計画を変更して施行させるというふうな形で考えているところでございます。それからですね、ワークライフバランス推進計画につきましては、次の改定年度というのが8年度のですね、計画策定になるということで予定をしております。そういったこともありまして、6年度の時間外勤務時間のですね、状況などを見極めながらですね、目標値の設定というところを行ってまいりたいと考えております。以上でございます。29番山谷義郎議員。はい、ありがとうございます。少し、前進したと思いますが、この計画で、本当に80時間が減るか、100時間が減るかというのは、まだやってみないとわからないと思いますので、引き続き、これはですね、総務部中心ですね、全力、向けて全力で取り組んでいただきますことを要望いたします。30代以下の職員の退職ですが、総務省の集計によりますと、一般行政職は2022年度に自己都合により退職された方は、2022年度で1万2501人です。この10年間で 2.7 倍になります。若年層の退職者が増加している原因は、仕事に対する価値や働き方そのものが多様化し、必ずしも終身雇用にこだわらないという考え方が広がってきたことで、転職に対する心理的なハードルが低くなってきているのも原因の一つです。就職活動が売り手市場になっている昨今、本人のスキルアップにつながる新たな仕事を見つけやすくなっているのも大きな要因の一つです。退職者が増えると、住民サービスの低下につながり、組織力の低下が懸念されます。職員一人一人が本市で働くことにやりがいを持ち、前向きに生き生きと働き続ける職場環境づくりに前進していただくことを、強く要望いたします。それでは次の質問に入ります。都市計画道路、ときや町大浦元町線の進捗についてですが、道路整備が遅れている理由は、土地の境界立ち会いができない、土地の名義がなくなれた方のままで変更されていない、こういった理由は理解いたしました。それでは未買収の道路を避けるため、道路計画の位置をずらすことはできないのでしょうか。また現在未完成の道路の幅は歩道も含め狭いところで 4.8 メーター。子どもたちがよく通る信号なしの横断歩道があり、大変危険な状況にあります。完成するまでの間の安全対策をどう行うのかお尋ねします。土木部長。
再質問にお答えいたします。当該道路は斜面地の等高線に沿って大きく蛇行するように線形となっております。線形の変更は困難な状況であると考えております。そのため後方を見直し、支障範囲を狭くすることで解決困難な土地を一部回避するなど、暫定的な整備も含め検討を進めてまいりたいと考えております。また大平橋バス停上側の横断歩道付近の安全対策でございますが、現在横断歩道がこの先にあることを予告する路面表示はあるところでございますが、歩行者の安全をより高めるため通行車両への注意喚起を促す注意看板などの設置を行いたいと考えております。以上でございます。29番、山谷義弘議員。はい、市民の生命に関わることですから、もうこれぐらい小さな看板じゃなくてちゃんとした大きい看板をお願いいたします。この道路は地域の長年の願いですので、相手がいることですが、2024年4月1日から亡くなった親の土地の建物の名義変更について登記の義務化がされました。また法務局に保管され土地の境界を正確に記した登記書備え付け地図について法務省は令和7年度から10年計画で整備を行うことも決定しております。早期完成に向け全力で取り組んでいただきますよう要望しておきます。次の質問に入ります。外国人観光客等の Wi-Fi の整備状況について、これはもう質問ではなくてちょっと要望に返させていただきますが、おおむね年間1万人以上の18の観光施設や39の電停に平成27年度から整備をしているということが分かりました。また災害時や観光都市長崎の利便性の向上につながる Wi-Fi の整備が継続されることに安心いたしました。現在長崎市のホームページにあります公衆無線 LAN サービスの提供でございます。市内の主な観光施設10施設を掲載しております。今整備されているのは18施設ということですので、できれば今ベネックス恐竜博物館など18施設すべてを掲載していただくことと見る、掲載していただければ見る方にとって分かりやすい内容となりますので、18施設のすべての、掲載を、要望しておきます。次に自治会の加入促進および負担軽減についてご質問いたします。自治会についてですが、自治会の加入率は令和6年の直近で 62.2% と、いうことで、取り組み状況も分かりましたが、このままいけば、自治会が消滅する自治会も、出てきます。それでは長崎市職員の過去5年間の加入率の推移を教えてください。また自治会加入のメリットは何だと思われますか。さらに、梅原議員の、視察内容のですね、資料を、元に、説明しますが、神奈川県相模原市では自治会連合会と市が連携して、自治会に加入していることで店舗の利用時に割引ができる、自治会パスと、自治パスという割引カードを導入している事例もあります。加入率向上のために、このような政策を進めるお考えがないか、ご質問いたします。市民生活部長。再質問にお答えいたします。まず、加入のメリットというご質問でございますが、自治会は、横町づくり基本条例で謳っている長崎の町をみんなで作る、自分たちの町は自分たちでよくするという基本理念に基づいた長崎の町づくりの根幹をなす地域活動団体の中心と考えております。自治会や自治会を中心としてさまざまな地域団体で構成される地域コミュニティ連絡協議会は、防犯や防災、高齢者福祉、子どもの育成、環境美化など市民の皆様の生活を支えるさまざまな活動において重要な役割を担っていただいており、自治会は地域の皆様の身近な暮らしを支えるため地域コミュニティの核として活動していただいているものと認識をいたしております。
今後もこのような自治会の意義ですとか役割等につきましては市民の皆様にしっかりとお伝えしてまいりたいと考えているところでございます。また自治会への加入促進に向けましては他都市における取り組み事例も参考にしながら自治会をはじめとした地域活動団体の活性化に資すると思われる取り組みについては積極的に検討してまいりたいと考えているところでございます。なお市職員の過去5年間の加入率の推移でございますが令和元年度が 98.3%、 令和2年度が 97.9%、 3年度が 96.3%、 4年度が 95.2%、 5年度が 92.5% となっております。以上でございます。29番山谷義郎議員。自治会加入が進んでいない理由には、会員の高齢化、役員の担い手不足が加入率を低下させている理由の一つと考えております。市役所職員の加入率につきましても年間 1% ずつ減少しております。市職員だけでなく会計年度、任用職員にも、アンケートを取ってみて、加入率の向上に努めていただきたい、要望いたします。加入率のメリットにつきましては自然災害に対する備え、自治会で組織している自主防災組織が災害時の共助になる支え合い助け合いの精神に基づき地域住民相互の親睦と絆が育まれ快適で住みやすい暮らしにつながっていくことだと考えています。しかしながらそれができる自治会と高齢化によりできない自治会がございます。また消防団、社会福祉協議会、日本赤十字、赤い羽などの負担金及びゴミステーションの管理について、自治会加入者と未加入者の間に生じている不公平感の問題もございます。自治会加入率の高い自治会があると思います。そういったところのヒアリングを行うなどして、この自治会はなぜ加入率が高いのか、どのような取り組みを取っているのか、どんなリーダーがいるのかなどを研究する必要があると思います。場合によっては、他県で活用されております自治会加入促進検討会を立ち上げる必要があるのではないでしょうか。もう多く述べても、答弁は一緒だと思いますので、今述べたことにつきまして、研究していただくことを強く要望したいと思います。次の質問いたします。自治会広報掲示板の補助金についてお聞きしたいと思います。この補助金の内容は、まず新設であること、補助対象事業費は掲示板の購入費、そしてその設置工事費、交付額は補助対象事業費の2分の1の額として、その限度額は掲示板1箇所につき8万円、まあ、年間2箇所までということです。それではこの補助対象事業費をいくらになると考えて限度額掲示板1箇所につき8万円を設定しているのでしょうか。またすでに設置してある掲示板の撤去費用は対象とならないのでしょうか。ご質問いたします。市民生活部長。再質問にお答えいたします。自治会広報掲示板は地域のさまざまな行事などのお知らせですとか、市などの行政機関から寄せられる情報を地域の皆様に伝え、情報共有等を図るために、直接目に触れやすい場所に多くの自治会で設置され、活用されているところでございます。長崎市におきましては、平成6年度からその掲示板の制作費、または購入費および設置工事費を補助対象として、その一部を補助することで自治会の活動を支援することといたしております。なお現在この制度は自治会あたり1年度につき最大2期について1期につき8万円を補助の限度額とし、補助率2分の1としておりますが、その限度額は令和3年の市議会一般質問でのご指摘を受けまして、令和4年度に5万円から8万円に増額したところでございます。この増額につきましては掲示板の使用などは自治会によってさまざまなものがございますので、令和2年度の設置費用の実績、これをもとに掲示板の面積あたりの単価を割り出しまして、
近年の掲示物の多様化を踏まえて、令和6年度当初の標準的な掲示板の面積、これを 1.5 倍にいたしまして積算し、事業費を15万5000円とし、2分の1相当の8万円、これを限度額としたところでございます。今後も掲示物の多様化や実績との乖離が生じた際には、必要に応じて検討してまいりたいと考えているところでございます。それから、掲示板の老朽化等による更新の際も、再度補助対象とするなどしているところでございます。ご質問の撤去費用につきましては、この制度が、住民の皆さんへの情報提供等という、こういった趣旨を持っているということも鑑みますと、対象とすることは難しいものと考えております。以上でございます。29番、山谷義郎議員。29番、非常に後ろ向きな、答弁でございました。自治会掲示板につきましては、平成6年度から補助を交付していると、いうことです。1年間で最大2期まで、1期につき8万円ということで、令和4年度に5万円から8万円に増額したという答弁でした。こちらで、業者3社ぐらいに見積もりを取ったんですが、大体掲示板の大きさって、大体平均して 1.3 の。90センチですかね、どこも。大体そういった、標準的なタイプで取ったんですが、材料費が14万3000円、看板設置、基礎工事、諸経費はそれぞれ計算してますが、ね、それを合わせますと、税込みで28万3000円、はい、15万円との差は 1.8 倍の開きがございます。総務庁の話では実績の中央値を取ったという話でございますが、実際ですね、建築家の方にですね、依頼をかけて、適正な、もう物価も上がってます、今は、適正な価格でのですね、見積もりを、して、それの、8万円ということなら、分かりますが、そういった適正な価格でのですね、処理をお願いしたいと思います。それとですね、今ある掲示板の撤去費用は、補助金の対象外ということですが、ちなみにこの撤去費用はいくらになるかということも見積もりしてみました。掲示板の撤去費用はですね、基礎の撤去費用、処分、運搬費、諸経費を込み、合わせますと、撤去費用の合計は税込みで13万7千円となります。設置をするということは、撤去とセットになってるのかなと思うんですよね。別のところに建ててもですね、撤去しなくちゃいけないんで、老朽化すれば。だからやはりですね、この撤去を入れてないというのは、少し問題があるかと思います。これについてはですね、何回もお願いして、もう本当変わらないと思いますけど、この掲示板はですね、ほとんどが長崎市の広報誌を掲載してるんですよ。それで、もう細かく言えば、その磁石ですね。磁石も30ぐらい使ってるんですけど、この磁石もですね、老朽化するんですよ。まあ、1000円ぐらいですけど、そういう細かい話をすればですね、ほとんどがですね、長崎市の広報をしているわけですから、これでですね、自治会の負担を軽減している、軽減するならばですね、もう少しですね、考えてもらいたい。この実勢価格があった見積もりをですね、建築家に取っていただき、まあ、しつこいようですけど、撤去費用はですね、新設の際、必ずかかるわけですから、ぜひ計上していただくよう、要望としておきます。次の質問に入ります。避難所について説明し、質問します。避難施設は、265箇所、耐震化されてない施設は、民間の29施設ということが、分かりました。耐震基準に適合してない29箇所の民間施設について、耐震化されるよう、指導までできるかどうか分かりませんが、民間の方にですね、そういう指導などできるのでしょうか、ご見解をお願いいたします。危機管理官。
再質問にお答えいたします。耐震基準に適合していない民間施設の指定避難所につきましては、耐震化するために一定の費用も必要でございます。でこちらの方からお願いをして指定避難所として指定をさせていただいているという経緯もございますので、今のところ耐震化の指導までには至っていないところでございます。以上でございます。29番山谷義弘議員。まずもってですね、地震時の時は別ですが、地震時以外はそこに避難させているわけですから、耐震化されてない施設はですね、費用もかかります、民間の方。ただですね、そういった指導っていうか、助言というか、お願いというか、そういうこともですね、やっぱりしていくことは大切なことだと思いますので、引き続きよろしくお願い、建築家とも連携して、よろしくお願いいたします。次の質問いたします。空調設備が整備されてない学校施設68箇所の指定避難所の一部につきましては、防災機器管理室が貸し出しているスポットクーラーを設置してあると、ところもあるようです。資料3お願いいたします。これはですね、ある学校のですね、名前出しませんが、避難所に置いてあったスポットクーラーですが、上からはですね、温風が出て、横からはですね、冷風が同時に出ているんですね。なんかスイッチで切り替えられるとかじゃなくて、同時に出ていると。で、多くの利用者からはですね、直近で言えば第10号の台風の時ですね、暑くて、上から温風が出て、もうなんか寝られんと、これ、もう外してくれんかという、お話も、聞きました。これはですね、どちらにも使えるようにこういった設備を使っているのかと思いますが、切り替えができない、このことについてですね、今後の対応についてご見解をお聞きしたい。危機管理官。再質問にお答えいたします。ご質問のスポットクーラーでございますけれども、これ、通常のクーラーと決定的に違いますところは、室内機と室外機が一つになっているという形のものでございます。今、議員ご指摘のですね、熱風が出るというものに部分につきましては、あそこ、蛇腹になっておりまして、本来であれば屋外でありますとか、別の部屋に、置くことによって、暑い空気を逃がしていただいて、冷風の方で涼んでいただくと。ただこれも万能的に普通のクーラーのように全てを冷やすという能力はございませんので、そのエリア近くの方で、涼んでいただくということを目的にしておりますので、今後もですね、使用の方法については検討していきますけれども、いかにしたらこのスポットクーラーを効果的に使えるのかというところにつきましては、さらに研究して、避難所要員さんの方にも伝えていきたいというふうに考えております。以上でございます。29番山谷義弘議員。資料3をお願いいたします。先ほどあったスポットクーラーですが、これはですね、上から温風と下から冷風、横から冷風なんですが、これをですね、上から温風のところ、ダクトかなんかで、外にですね、窓をちょっとどうするか分かりませんけどね、窓のところから外に出すって、冬は冬でまたそう切り替えてと、だからそんなことはできればと思うんですが、これの横でその避難されてる方は、もう大変、もうなんでこんなことしとってやろうかっていうふうに言われるんですね。だからそういった検討もですね、何機持ってらっしゃるか知りませんが、こういった検討もよろしくお願い申し上げます。次の質問いたします。現在緊急情報が発令された場合、長崎市のホームページには例えば台風10号に接近の、すいません、資料4をお願いいたします。はい、これは皆さんよく見られるページだと思います。長崎市ホームページと、検索したらすぐ出ますが、その時はですね、この緊急情報が発令した場合はですね、すぐこのページが出てきます。で、長崎市ホームページでですね、これは16時、開設避難所はこちらをご覧くださいというふうに、その下にも書いております。この開設避難所にはですね、そこを開くと、その避難所の名前はあるんですが、住所が載ってない。まあ、皆さん、名前を見れば大体どこかというのは分かるんでしょうけど、できればですね、その住所も、そこに、掲載していただければと思います。それと合わせてですね、
この満空状況、避難所がいっぱいかどうかっていうのも、まあ、検索をすれば他で出てくるんですが、このページでですね、あの満空状況もあの分かるように、まあ、リンクさせて飛ばしてもいいですから、そういったところがその一発で見れるようにお願いできないでしょうか。今後の対応についてお伺いします。危機管理官。再質問にお答えいたします。あの避難所の開設状況につきましては、今年の、梅雨時期の大雨で開設した避難所までは、開設してから随時ホームページに、掲載するという取り扱いとしておりましたけれども、開設されるまでにどの避難所が空いているのか、市民の方々が非常に分かりにくいという状況で、そういうお声をいただいておりました。この状況を踏まえまして、台風10号の接近の前から、事前開設をすることと決定した避難所について、市のホームページのトップ画面に、事前開設の避難所一覧欄として掲載するように、今回から改善をさせていただいております。ご指摘のとおり、住所の表示は、しておりませんでしたので、どの地区のエリアの避難所であるかというのを分かりやすくするために、今後、住所表示を行うという取り扱いで検討させていただきたいというふうに思っております。また併せまして、避難所の満員それから空き状況の分かるようにということでございますけれども、あの今現在長崎市の方で、バカンマップスというもので、避難所の開設状況、どのくらい人がいらっしゃるのかという情報を、まあ、分かるようなシステムをしておりますので、このトップ画面の方に URL を貼り付けさせていただきまして、リンクをして飛べるような形に改善をしていきたいというふうに考えております。以上でございます。29番山谷義弘議員。災害は待ってくれませんので早急なご対応をお願いいたします。それから先ほどの文化、観光部長の、Wi-Fi の答弁にもございましたが、災害時の連絡手段の確保や緊急情報の重要な都市機能の一つと、Wi-Fi を考えておりますと、ということですので、令和7年度で、終了する、緊急防災、減災、緊防災と言ってますが、この整備の費用、補助金を活用して、整備をしていただくことについて、ご検討をお願いします。いいですか、これは要望しておきましょうか。危機管理官。再質問にお答えいたします。現在、Wi-Fi の整備でございますけれども、ふれあいセンターとか施設が日常的に使用している、部分につきましては Wi-Fi の整備が進んでおります。ただ、まあ、これ以上 の Wi-Fi の整備っていうのはちょっと難しいものがあるのかなというふうに考えております。以上でございます。29番山谷義弘議員。次の質問します。長崎大水害の際の避難者、3000人に災害対応職員数600人を加えて、3600人の、2日分の備蓄計画ということですが、まあ、大水害が、その根拠でしょうが、この根拠としてこの考え方、どういった考え方です、この、考え方はあるんでしょうか、この、備蓄品の、数量にですね。あと、備蓄品の種類と数量を、細かく教えてください。危機管理官。再質問にお答えいたします。全国で発生しております大規模災害におきまして、発災3日目からは救援物資が流通備蓄が稼働しているということがございますので、発災当初の生命維持、それから生活に最低限必要なもの、これらは現物備蓄で対応することとしております。過去に長崎市で発生した大規模災害である長崎大水害の避難者数の2日分を現物として備蓄しております。それ以降は災害協定を結んでいる物流業者、それから広域の自治体間の連携による流通備蓄で対応することとしております。また備蓄品の種類と数量でございますけれども、食料品といたしまして、缶詰のパンやアルファ化米などを21,600食、飲料水を21,600リットル、粉ミルクを390食、生活用品といたしまして、毛布を12,000枚、乳幼児用と大人用のおむつを1,500枚、生理用品を1,000枚、非常用トイレ袋を36,000枚、
これらを基準として備蓄をしているところでございます。以上でございます。29番山谷義郎議員。これは本当にですね、発生3日か発災3日目からですね、救助物資が流通、備蓄するかどうかは本当に断言できることではございません。それとですね、先ほどの同僚議員も質問しておりましたけど、避難者数が予定避難者数を5万人ぐらい考えてますんで、やっぱりそれぐらいが最大限来た時には必要と思います。厚労省のですね、備蓄シミュレーションでは備蓄対応日数は3日、またその中で想定被災者数は人口の 20% を見るというふうになっております。長崎市に置き換えてみますと、2024年8月1日の人口で計算しますと389,194人 ×20%、 長崎市の想定被災者数は 77,838人、本市が想定されている被災者数は3600人との差は7400人もあります。これらについてご見解をお伺いします。また備蓄品の保存期間についてどのような対応をしておられるのかお聞きします。危機管理官。再質問にお答えいたします。救援物資等の稼働状況でございますけれども、災害の規模や条件によって、変わってくることは考えられますが、能登半島地震の際も、発災後2日目には国および県等からの、支援物資が届いているという状況を踏まえまして、全国からの支援物資も含めた対応を想定しているところでございます。また自助、共助、公助のうち発災直後は自助による対応によるところが非常に大きいものと想定されますので、平時のうちから家庭で3日分の備蓄をそれぞれ行っていただくよう周知啓発に努めているところでございます。それから想定避難者数でございますが、平成18年に県が策定しております長崎県地震等防災アセスメント調査報告書によりますと、本市での想定避難者数は5万1000人と算定されておりますが、能登半島地震の教訓などを踏まえまして他都市の備蓄の状況を、まあ、今後も研究をしてまいりたいというふうに考えております。また備蓄食品の、賞味期限でございますが、標準的な賞味期限の5年でローリングストックを行いまして、期限が切れる1年前から地域の防災訓練などで家庭内備蓄の啓発用として配布することによって活用しております。期限が1年以上の備蓄食料を確保するために4年サイクルで毎年更新をすると、購入をすることで対応しているところでございます。以上でございます。29番山谷義郎議員。はい、29番、危機管理官、この3600人というのはですね、まあ、避難想定者は5万人と考えてますけど、最大来たときですね、やっぱり2日分ですね、これがいるということなんですよ。3600人じゃ市民の命は守れません。だからこのあたりはですね、他都市を研究していただいて、まあ、5万人ともいません。でも3600人というのはちょっと備蓄品としてはですね、しかも2日分。これで本当にですね、市民の命を守れるんですか。私はちょっと疑問に思います。それではですね、次の質問に入ります。資料の6を、資料の5をお願いいたします。これは備蓄品の、備蓄の保存期間は先ほど聞いた5年間ということでございますが、25年サイクルで考えた場合ですね、5回、これを交換しなくちゃいけないということで、これ、比較した表になりますが、今ですね、25年保存できるですね備蓄品もございます。この金額ですね、今書いてる通りでございますが、これをですね、トータルコストでですね、ちょっと比較したんですが、トータルコストで比較すればですね、57% ですか、これぐらい安くなるということです。毎回毎回ですね、5年後期にですね、交換していって、まあ、その交換したその余ったやつはですね、子ども食堂とかに、お渡していると思いますが、これはですね、市役所の経費節減にもなるんですね。ひいてはその税金を使っているわけですから、このあたりはですね、もう少し研究していただいて、これが使えるように、研究していただければと思いますが、見解ありますか。はい、危機管理官。再質問にお答えいたします。災害時の備蓄品につきましては、保存電源が5年分を
4年間は災害時の備蓄用として、最後の1年間は防災啓発用として使用しているところでございます。すべての備蓄品を一度に入れ替えるわけではなく、5年分を5分割して毎年度小分けしつつローリングストックを図っております。ご紹介をいただきました25年保存できる備蓄では承知をしております。この備蓄につきましては、フリーズドライ化されておりまして、使用時に水またはお湯で戻す必要がございますとあることを認識しておりまして、災害時には水もまた貴重なものであるという考えでおりますので、私どもといたしましては、水が不要で食べることができる食材を中心に保存させていただきたいと考えるところでございます。以上でございます。29番、山谷義志郎議員。はい、今回はですね、市民の命に関わる質問をいたしました。皆さんですね、市長をリーダーとして災害があった時ですね、市民の命を守れるよう取り組んでもらいたいと思います。以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。休憩いたします。午後は1時から再開いたします。お疲れ様でした。